環境ですね、温度湿度、はい、温度湿度を、まあこのまあ、朝は終わってるから昼と夜と、まあ、お家帰ってからすぐの温度湿度をちょっと、まあ、ちょっと写真撮って記録取ってちょっとで記録して、ちょっと温度湿度をちょっと帰ってからと夜の温度湿度をここにね、はい、記録してください、うん、で次にあと薬、はい、ちょっと薬出してくれる？薬の内容は説明したと思うんですけども、あ、はいはい、1日2回と A が2回、そう B が1回、そうですそうです。で B はまだの今日は夜飲むから、はい、今日って土曜日だよね。これこれどこに書こうかな、ここに書こうか、 A と B ね。でまだ飲んでないから、で実際とA に関しては 1,2,3,4 回ぐらい今飲んでますわ。あ、はい、し、うん、でも、まあ、とにかく最低にね2から4回ぐらいね。でこちらは1回だけど、はい、1日、はい、こっちは夜に持ってってますんでね、1日1回の薬はね、はい、だからこれ夜飲ませてくださいね。で M あと1回ぐらい飲ませてください、はい、で何か計算書作ってくれる？で家帰ったらすぐ冷蔵庫保存と、飲ませる前によく振ってから、はい、あ、はい、はい、持って帰ってもらうのは直接でも薬だけどね。じゃあこちらは先にお渡ししておきますね、はいはい、じゃあおしっこがたまに水前までよくガバガバ結構飲んでて、うん、尿の便出た時って、あ、それは多分うんちがあって、うん、尿酸があって、ま、周りに水分が多い、まあ、もっとなんかこううんちがでかい、うんちがでかいっていうか、うん、細長いなんかちょっと白い系のやつが飲んでるんですよ。 あのね、色がちょっとさ、黄緑とか濃い緑が本当じゃないですか、ええ、でちょっと緑が薄い色が出るのはね、はい、胆汁の出が悪いってやつ、要は肝臓がちょっと弱ってるから色が薄くなってくる、でちょっとこの人さ、骨が落ちるだけじゃなくて心臓とか肝臓、結構普通の骨が大きいじゃないですか、はい、でまあ、機能まではちょっと検査できないんだけど、ええ、まあ、可能性としてね、ちょっと肝機能がちょっと普通の頃弱いとかね、はい、心臓の機能がちょっと弱いとかね、はい、そういう可能性はあるんですよ。だからもし実際問題さ、お水をたくさん飲むんだったら飲水量も測った方が、一応ここで、はい、測った限りではね、実は測ってるんですよ、はい、これには書いてないけど、ここに書いておこう、まあ、ここに書いておこうかな、おしっこ書くとこないもんね、飲水量ね、この日が 2cc で、昨日の夜から朝までが 1cc で、朝から夕方までが 3cc と 1cc、 そうするとギリギリです。1日で 4cc の、そうすると 41g の子で 4cc はギリギリ、これが5とか6とか7とか飲むんだったら飲みすぎだけど、そういう子はでも体が要求するからさ、飲まさないとだ、飲んで、やっぱり飲んでないときはやっぱりちょっと固まった便が出るのは出るんですよ。でも、でも飲んだ方がいいですよ、絶対に。で、一つですね、鳥さんで時々ね、いるんですよ、たくさん飲むと。で、たくさん飲むが、おしっこもたくさん出るんですけど、大陰多尿ですね、はい、で鳥の場合には、40g の子で 4cc 以上、まあ、4cc だと言いますが、本当飲む子はもう 8cc とか 10cc 飲むんですよ、はい、そういう子は大陰多尿症です。でその病気にはですね、こんだけあるんです、結構あるんですね。だけどそんな検査
ワンちゃんとか猫ちゃんだと検査して分離できるけど、それはできないんですよ。可能性だけね。フッシング症候群、これは副腎皮質機能亢進症。腎臓の内側にこうストレスの時にステロイドがホルモンが出るんですけど、副腎皮質ホルモンがね、それが出過ぎちゃってる子。これは女の子で子宮に膿が溜まってくる病気。それから糖尿病。たくさんの陽性。あと慢性の腎臓病。それから、これは急激に急性腎不全。これはすごい危ないですね、急激に。それから腎盂腎炎、膀胱炎からもっともっとこう遡ってね、腎盂腎臓まで炎症がいっちゃった場合とか、あとは高カルシウム血症、これは大抵ね、あの白血病とかね、あのリンパ腫、体のリンパ節とか、あの血液のがの時にあの高カルシウム血症になりますね。それから甲状腺機能亢進症、僕らここに甲状腺ついてるけど、これはもうちょっと下についてるんですけど、そこから甲状腺ホルモンが出すぎる病気。それからこのクッシング症候群の逆なんだけど、副腎皮質機能低下症、アジソン病とも言うんですけど、今度は副腎からその副腎皮質ホルモンが出んくなっちゃう子もちょっと大変になります。でこれが一番めちゃくちゃ伸びます。尿崩症、尿崩症ってのは脳からね、脳下垂体、脳の中の脳下垂体っていうから抗利尿ホルモン、まあ、そのプレシンが出て尿量を調節するんですけど、それがでんくなっちゃうと、それはもうめちゃくちゃ伸びます。ここまでは検査でしたら、でそれどこにも該当しないと疑心陰性だから、これはですね、実は心の問題、心陰性、要はストレスとかなんかあると飲んで、でも普段はそんなに飲まないとかね、そういう子もいます。でもどちらも体が要求するわけだから、そこで水を切らしたりすると、もう脱水しちゃうと思うから、絶対あの水は切らさないで飲めるようにしておいてほしいですね。でただ、飲水量を測るのは割と面倒くさくてですね、さっきも2つ…そうそう、2つあったでしょ。そうなんです。あの、気化したのを敷かないと、あったかいところに入れるとね、気化するじゃないですか。だから、カゴの中に入れておくので何グラム減った。で、気化が何グラムか。その差が実際の飲んだ。あのワンチャンなくなったら気化なんで、そこ関係ないんだけど、それの場合は2グラムだ1グラムだの世界なんで、気化をちょっと引かないといけないんですね。そういう可能性が、だからじゃあどうしたらいいか、もうお水を本当に飲むくは飲ませてほしいし、あんまりたくさん飲む子の場合はまあちょっとこの子の A の薬にさ、血管拡張剤とか、心臓とか腎臓の負担を和らげる、そういう薬でちょっと体温を少しは抑えてくれる働きはあるんですけどね。でもこの辺のホルモンが関係してるやつだったらちょっと効果はない。その慢性腎臓病とかね、そうですね、この辺、これが結構多いんですよね。年取ってから多いんだけど、慢性腎臓病で体温を和らげるケースにはその今飲んでる A の薬に入ってるのが効くんですけどね。ということですね、はい、じゃ あのちょっと今計算してますので、はい、ちょっとお時間いただいていいですかね、はい、それまではあん中に入っててもらいますんでね、はいはい、じゃこちらだけは先お渡しします、はい、であれ健康チェック表は、はい、それとこれね、はい、はいはい、じゃ あのすいません、じゃちょっとお待ちください、はい、それで生産終わってから出させて、あの、ね、出ます。